この宇宙や物質、生命は何からできているのか、物質を小さく切り分けていったその果てには何が残るのか、そんな古来からの謎に取り組んできたのが物理学者たちでした。その研究を大きく飛躍させた実験装置、それが粒子加速器です。近代の物理学が残した科学の遺産とは何かを考えます。物質の最小単位とは何かをめぐって、遠くギリシャ時代から論争が続けられました。20世紀に入って土星型のモデルが提唱されるようになりましたが、依然として仮説にとどまっていました。その実験による検証を歴史上初めて成功させたのがラザフォードです。彼が用いたのは放射線の一つであるアルファ粒子を金箔にぶつける装置。散乱された粒子は周囲の壁にぶつかり、さまざまなパターンを描きます。これによって原子核の存在が分かりました。これがきっかけで、陽子や中性子でできた原子核の周りに電子が巡っていることが解明されました。そしてこの実験装置が粒子加速器の原型となります。もし粒子により大きなエネルギーをかけ、勢いよく標的に当てることができるならば、より多くのことがわかるはずです。高い電圧の勾配を作り出し、その間にマイナスの電子やプラスの陽子など電荷を持った粒子を入れると、電極に引き寄せられることで加速できます。これを連続的に行えば、どんどん加速していくことも可能です。つまり、より強いエネルギーで実験するためには、より高い電圧を作り出せばよいのです。これが粒子加速器の基本原理です。ラザフォードの教え子コック・クロフトとウォルトンは、単純な仕組みで高い電圧を得られる回路を考案し、加速した陽子をリチウムに当ててヘリウムに変換することに成功しました。1932年のことでした。これが粒子加速器による物理学実験の幕開けであり、この方式の加速器はコック・クロフト・ウォルトン型加速器と呼ばれます。これ以降世界中で作られ、広く用いられました。その歴史を紐解く前に、現代に戻ってその仕組みを見てみましょう。日本で加速器を用いた物理学研究を行う機関の一つである高エネルギー加速器研究機構です。ここに大型のコック・クロフト・ウォルトン型加速器があります。いや、そんなに複雑な機械じゃないです。まあ、簡単に言えば高圧の発生装置です。別の部屋に発電機がありまして、で周波数を上げて、それで向こうのトランスへ持ってきています。でそのトランスの出力をそこへ入れて、コンデンサーと、それからこの斜めに入ってますのが整流器、整流器の組み合わせで、あの一段ごとに電圧が高くなっていきます。これからですね、その向こう側にあの抵抗を介して隣に供給しております。あの中にイオン源ありまして、そのイオン源で作った陽子をその先の加速管に供給して、それで次第に加速したものを入射していると。この加速器は比較的新しいもので、最近まで実験に使われていました。さて、再び1930年代に戻りましょう。日本の物理学者荒勝文作は、イギリスのキャベンディッシュ研究所などに留学した後、アジアで初めてのコック・クロフト・ウォルトン型加速器を、当時日本の統治下だった台湾の台北帝国大学に建設しました。1933年のことでした。一方、日本本土では1935年に大阪帝国大学の菊池清史が作ったものが最初の事例となりました。
加速器の進歩は早く、より強力なサイクロトロン型粒子加速器がアメリカで登場。日本でも開発者のローレンスから設計図の提供を受けた理化学研究所の西名義雄がいち早く建設。京都帝国大学、大阪帝国大学も続きました。こうした日本も含む世界中の研究者によって原子核の仕組みが明らかにされ、陽子や中性子などの粒子の性質が調べられました。そうした研究によって浮かび上がってきたのが、本来プラスの電荷を持つ陽子同士や電荷を持たない中性子がなぜ固く結びついて原子核を構成するのかという謎です。その答えとして、理論物理学者湯川秀樹は中間子という新たな粒子の存在を予測しました。中間子の存在は1937年に宇宙船観測によって証明され、素粒子物理学への扉を開きました。湯川は後に日本人初のノーベル物理学賞に輝きました。このように当時の日本の物理学研究は世界的に見ても充実したものでした。しかし、そこに第二次世界大戦が勃発、そして敗戦。戦後平和になったはずの日本で物理学に最初に訪れたものは破壊でした。日本を占領した連合国はサイクロトロンを核兵器開発につながるものとみなして破壊しました。旧式な装置とみなされたのか、コッククロフト・ウォルトン型加速器はその破壊から免れることができました。しかし原子核物理の研究自体が禁じられることとなり、日本での物理学研究は大きな挫折を味わいました。生き残った加速器はその後どのような運命をたどったのでしょうか。まずアジアで初めての加速器となった荒勝文作の作った装置のその後を見てみましょう。台北帝国大学は日本が台湾を去った後、台湾大学として再出発しました。もともとの加速器自体は日本に持ち帰られ、その後解体されましたが、台湾では残された部品を用いてその再建が試みられました。そこで活躍したのは現地に残った日本人研究者と台湾の人々です。加速器に必要な真空管や加速管などを一つ一つ自ら作り上げました。こうして1947年には加速器の再建を達成、翌年にはいち早く原子核変換の実験に成功しました。その加速器は最近になって台湾大学に再び歴史的な資料として組み立てられ、訪れる人々に台湾での原子核物理学の歴史を伝えています。アジアで2番目の大阪帝国大学の加速器はどうなったでしょうか。加速器があった中之島の一角にある大阪市立科学館です。ここで以前館長を務めていた物理学者高橋範明さんは、修士課程の学生だった1959年にこのコッククロフト・ウォルトン型加速器の再建に取り組みました。大学院の修士課程の1年に入った時に呼ばれまして、このコッククロフト・ウォルトンの加速器、今まで誰も使ってないと、戦後ですね、誰も使ってないから、もうあれに任していると。それを再建して、電圧を出して、こういうふうな外資を積んで加速管にして、これを真空にする装置も全部作って、そしてその上で陽子のビームを出せと。この加速器を使ってどれぐらいのエネルギーが到達できるかというと、ちょっと原子核実験をするには低すぎまして、でサイクロトロンだとか、それから大型のバンデグラフ加速器とか、そういうのが使われていたんですね。ですからこのコックロフト・ワールトンを使って実験をしようとすると、よほど工夫して、
まあ、いわば落ち穂拾いのような実験をやっていくということになりかねないんですね。そういう意味で人でもないことですので、もう放置されていたと。当時 の教授は若槻哲夫先生でして、若槻先生はいつも日本の置かれた状態で原子核反応あるいは原子核分光学の研究しようとすると、加速器をある程度自分で保持していかなければできないと、そういう技術を身につけて、そしてそれを利用して原子核実験、人の真似じゃないものをやってほしいというふうにお考えだったようですね。コッククロフト・ウォルトン型加速器は現代の物理学研究でどう生かされたのでしょうか。筑波の高エネルギー加速器研究機構にある巨大なコッククロフト・ウォルトン型加速器、実はこれだけで機能したものではありません。ここは実は初めにコッククロフトがありまして、その次にリニアックがありまして、それからブースターシンクロトロンがあって、メインリングがあると、そういうカスケードのマシンになってますので、その初段という、これは役割をしております。ここから射出された陽子ビームがこれに続く直線円形加速器でさらにエネルギーが与えられ、ターゲットに照射されていました。つまり巨大な加速器システムの一部として、新しい技術と共存しながら機能していたのです。この加速器システム陽子シンクロトロンは、時代の最先端を担う研究施設として注目を集めました。そこで行われた研究の一つが陽子線治療技術、後に日本で開発された次世代のがん治療として実用化されました。もう一つは K2K 実験、陽子ビームを素粒子の一つニュートリノのビームに変換し、西の方向に飛ばします。それを岐阜県神岡のニュートリノ観測装置スーパー神岡で検出し、ニュートリノの性質が確かめられました。こうした粒子加速器での研究に情熱を注いだ科学者たちの夢は、未来にどうつながろうとしているのでしょうか。ラザフォードの実験を出発点として、粒子加速器はその時代ごとの最先端技術を駆使して進化していきました。そのために加速器はより大規模な装置になっていきました。コッククロフト・ウォルトン型加速器で行われていた研究を受け継いだのが、大強度陽子加速器施設 J パーク。光の速さ近くにまで加速された陽子ビームを駆使した研究が行われています。陽子ビームをターゲットに当てて日ビームに変換することで、中性子ビームなどを作り出すことができ、これらによる物理学の発展とともにその応用が期待されています。宇宙の始まりや物質や生命の根源を極めるという科学の営み、黎明期の粒子加速器も私たちの未知への挑戦につながっています。